今日福岡県では7808人佐賀県で1636人の陽性が新たに確認されました福岡県では病床使用率が50%を超えました福岡県の1日ごとの陽性者数を示すカレンダーです今日は7808人で11日連続で前の週の同じ曜日を上回っています病床使用率は昨日時点で52.3%で 50%を超えました重症病床の使用率は4.6%です50代以上の男女8人が亡くなっています一方佐賀県の新たな陽性者は1636人でした50代以上の方5人が亡くなっています最新の病床使用率は42.3%重症者はいません